アンプリチュードはウェブおよびアプリで解析するユーザー行動アナリティクス。米国ではサービスが評価され、2016年、ホーブス2016クラウド100の注目株20社に選ばれた。2019年、次世代ユニコーン50社の1社にも選ばれている。アンプリチュードはユーザーを軸としてユーザー属性やユーザー行動を分析しながら、 web およびアプリにアクセスするユーザーを理解するためのプラットフォームです。Google Analytics や Firebase Analytics のようにセッションを軸としたアナリティクスではインタレストや行動フローは集計できてもユーザーを軸とした顧客理解につなげることは難しい。その点、アンプリチュードはユーザーを軸としているためユーザー本来の属性や行動を把握することができる。 アンプリチュード最大の強みの一つはアクションコホートツールである。ユーザーの継続率を分析する際、ユーザーにとってどのような振る舞いがウェブやアプリの継続率を伸ばしているのか、今までのアクセス解析では比較が難しかった。アンプリチュードは継続率を伸ばしている振る舞いはどれか探し当て、比較することができる。マイクロソフト、Twitter、Adidas、s 電子、 ペーパル、スクエアなど1万2000以上の企業が導入し、デジタルビジネスの成長を加速させている。2012年、次世代のプロダクト及び成長マネージャーの分析ニーズを満たすため、アンプリチュードを設立。スペンサースケーツとカーティスリューは、アンドロイド用の音声認識アプリ、ソヌライトに取り組んでいたとき、既存の分析ツールはモバイル向けにうまく拡張できず、ユーザー数や、 ページビュー数のようなバニティメトリック以上のものを提供するのには柔軟性もなくインパクトが欠けることに気づき始めた。最終的にソヌライト内でユーザーが何をしていたか、そしてその行動が保持にどのように影響したかを理解するために独自のインフラストラクチャを構築、保持期間が50%増加することに成功した。モバイルのプロダクトマネージャーが ユーザーの行動に関する質問に回答し、プロダクトを改善する方法を見つけ、最終的にはより多くのユーザーを保持し、ビジネスを成長させるために、アンプリチュードを成長させた。アンプリチュードを導入すると、以下の機能が利用できる。以下の API や SDK を利用して、アンプリチュードを導入することができる。以下のプラットフォームと連携ができ、複雑な分析が可能となる。 アンプリチュードイベントデータをイカプラットフォームでロードできる。2019年9月、日本に拠点を設けてビジネス展開を開始。日本市場においてはパートナー企業とともに導入から運用までのサポートを行っている。ありがとうございます。